善と悪っていうのが分かりやすいものほど快感は得やすいから、うん、あこいつ悪なんだ叩いてやれ、あ、うん、こいつは善なんだ正解だね。なんで善と悪があると思います？うんこしながら大体分かったんですよ、うん、へえ。そうは思い切れないくせに。それってある意味では弱肉強食っていう自然の摂理だとしたら淘汰されるっていう弱い個体だったのかなって。仕事仲間が自死を選択したっていうとどうにも受け入れられない自分がいるから、死んじゃうことってもったいないですか？生きてるより死んだ方が楽だっていう気持ちも分からなくないから、死んでしまうのもまあしょうがないかなと思うんです。例えばまあスマホ一つ取っても便利になるって言ってみんな使ってたはずなのに、夜中の10時でも11時でも当たり前に仕事のメールが届いて確認してくださいって言われて、のんびりさがどん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 失われるんじゃないかなって。今バーッと流れてくるこの情報の量がすごいのもあるけど、この中には不正確なものもあるし、多分に攻撃的なものもあったり、まというのがまったりしてたけど、あの頃のが幸せかどうかってやつ、俺やっぱそうね、うちの追求が、まあ、人間を死の恐怖とか不快からこう遠ざけてきたってのはまず事実だと思うんですよ。でもその過程で制御が効かなくなったってことは一つあるかもしれないけど、どのレベルでどう制限かけていけばいいと思うんですか？僕は制限はかけれないと思う。で進化も続けたがるし、ただ狩猟の残酷さと、うん、あとその人間社会で、うん、その事故った時に味わった、うん、残酷さが違うっておっしゃってます、うんうん、で狩猟の残酷さって何か、うん、人間社会のその残酷さって何かって、それは何なんですか？狩猟の残酷さって何？それ一晩かかるな、ちょっと待ってくださいね。いいよ、一晩やりましょうよ。狩猟の残酷さ、うん、狩猟、まあ動物っていうのは基本的に、自分が食うこと食われないこと、これ前提、うん、であとは食べて排泄して寝て生殖行為をする、うん、まあ、この4つ、この4つなんです。それ全てである、うん、人間は、人間社会はやっぱり評判とかこうあらねばならないとか、うん、あとまあ分かりやすい言葉で言うと罪と罰って言葉あるけど、うん、あれは言語があるゆえに罪と罰って言葉ができたと思うんですよ。どういうことですか？動物って別にそれは罪だ、うん、だから罰を受けろとかって発展しないというか、うん、やっちゃったもんはやっちゃったもんだよね。でもそれに対しての罰とか動物はないなと思うんですけど、うん、人間は言葉を多くすごい作っちゃったから、うん、罪とか罰とか社会としてこうあらねばならないとか理性とか本能とかいろんな言葉を作った中で、そのね、自分と他者とをいろんな言葉でカテゴライズして自分の存在も知りたいし、他者っていうのは自分にとってどういう人なんだろうとか環境っていうのはとかいろ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 考える動物だと思うんです、人間は、うん、ただその中で今すごい忙しいと思うんですよ、うん、で僕その一つのなんだろうな、説明のつかないものとして自死っていうのがあると思うんですよ、うん、人間はまあ言葉を持ったからものすごい死を怖がって宗教とか死後の世界とかいろいろ作ったりしたんだけれども、それでも野生界ではなかなかありえない自死っていうのを選ぶ人がこの年間2万何千人って日本にいる、うん、これものすごい僕は不可思議なものだし、それって人間社会のいびつさだったり逆の意味での利便性安心安全っていうことから全然離れちゃった、うん、あの残酷さだと思うんですよ、うん、その中で動物って自死を選ばないってその今生きてるっていうこの瞬間に普通に受け入れてるし、これからも自分では死にたくないと思う、うん、でも人間って評価が下がった、事業が失敗した、うん、借金、まあお金も概念だと思うので借金っていうものをこさえてしまった、うん、で社会保障がないとか将来どうすることもできない、うん、将来っていう言葉とかで不安に駆られて自死を選択したりすると思うんです、うん、この人間社会っていうのがよくできたシステムなのか、うん、その安心安全って言われてる便利でっていうこの社会が僕はどうやら最近はあんまり住みやすいというかもうあらぬ方向に暴走しちゃってんじゃないかと思うんです、うん、テクノロジー含めて、はい、そのなんだろうな、クマが人間を叩く自由はあると思うんです、バーンと、はい、それももう分かりやすい
弱いのと強いのでっていう残酷さは僕は割と受け入れられるんだけど、仕事仲間が自死を選択したっていうとどうにも受け入れられない自分がいるから、人間社会どうなっていくのがいいんだろうって漠然と考えたりしてるんですよね、うんうん、そっか、人間の社会での残酷さっていうのは人間が進化の過程で生み出してきた、多分今の言語化すると理性とか、理性が生み出したシステムとか制度が生み出す不都合の狂気性ってことか、そんな感じ。そうですね、人間が生み出したこう理性とか制度、システム、ルールの残酷さの攻撃性、それって、それがなんですか、その残酷、その制度とかシステムとか、ルールみたいのがちょっと無理あるんちゃうかってことですか。だし、その無理が加速していくんじゃないかな今後って。で、例えば、スマホ一つ取っても便利になるって言ってみんな使ってたはずなのに、その皆さんものすごい忙しくなって、夜中の10時でも11時でも当たり前に、僕ら日本人だから仕事のメールが届いて確認してくださいって言われて、何か昭和の頃のその普通に黒電話があって、夕飯の支度ができる頃にお父さん帰ってきて、枝豆とビールで晩酌しながら、野球のナイター中継を見るみたいな、そういうなんかそれは所得の問題もあるのかもしれないけど、そういうなんかのんびりさがどん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 失われるんじゃないかなっていう危惧を持ってる。まあでも分かりますよね、その東出さんの生活と私の生活真逆ですからね、めちゃくちゃバタバタしてますよ私は。だからそもそもやっぱ人間ってそのこういう中二みたいな話楽しいっすねいや俺楽しいから続けちゃうんですけど、人間っていうか動物ってそもそも生存するために情報収集できたことに対するこう快楽がやっぱり組み込まれてますよね、こう遺伝子に組み込まれている。それ多分動物みんな同じだと思うんですよ。その人間持ってると、だから人間新たな情報を入れると気持ちいいですよ。やっぱスマホとかああいう情報どんどんくれるのがあると、例えばそれは自分の評価も含め、新たなこうツールも含め情報も含め、生存のために何か役立つかもしれないから新たな情報やったら嬉しい、脳が興奮しちゃう、からやっぱ情報摂取過多になりますよね、だそれどっかで制限した方がいいんだろうけど、でも今のスマホの状況が本当に悪かどうかっていうのはどうなんだろうな。なるほどね。昭和の時も、確かに昭和の時がまったりしてたけど、あの頃のが幸せかどうかってやつ俺やっぱそうね、いや、結構ハラスメントとかもあったし、コンプラ違反みたいなこといっぱいあったと思うんですよね。でもなんか、一つにはその僕はもっと現代の人はちょっとスマホで、SNS 疲れっていう言葉が自分に該当すると思ってる人は余暇というか何も考えない時間っていうのは必要かなって思う。っていうのも、老子の遠い出ずして天下を知るっていう、その本当の賢人っていうのは外に出ていろいろな流布されてる風説っていうのを聞いて、あ、そうなんだ、 あっちなんだ、あ、こっちだって考えるんじゃなく、戸から出ずに窓の景色を眺めてるだけでいろいろな物事を考えて、道というか真理ではないけど、ものを考えるべきである、あんまり不和雷動してはいけないみたいな言葉が好きなんです、なんか今バーッと流れてくるこの情報の量がすごいのもあるけど、この中には不正確なものもあるし、多分に攻撃的なものもあったり、あと善悪二元論、善と悪っていうのが分かりやすいものほど快感を得やすいから、あ、こいつ悪なんだ叩いてやれ、こいつは善なんだ正解だねって、それを分かった気になる。この善悪二元論だって語れることだって本来は少ないのに、それがいろんな情報に入ってきた時に、情報に対してイライラもすれば、叩いてやろうっていう排他的な思考になったり、思想になったりっていうのもあるかなと思うから、何かこの情報の氾濫っていうのがこう一旦止めて、もうちょっと考える時間っていうのが現代の人には必要なのかなと思ったりしてる今日。いや、面白いですね。じゃあ次の第2章テーマ、老子と善悪二元論についていきましょうか。俺ね、やっぱ老子で言うと、その言葉も好きなんですけど、もう一個、俺老子を辞めたきっかけの言葉があって、俺老子好きなの、老子的な考え方は、その好きなんですよ、ああいう自然でまったりみたいな一言で言うと、好きなんですけど、
老子、確か老子だと思ったんですけど、うん、昔すぎて忘れちゃったけど、なんかね老子の一節に孔子たちが来たと、うん、で孔子ってやっぱ勉強するね、うん、いっぱい勉強して物事しろ、うん、孔子たちが来てで老子誰かとか会話して、うん、いやなんで太陽が、うん春分とかだったかな、秋分とか秋分の日に、うん、なんで太陽が昇る時間がこうで、うん、沈む時間がこうなのか、うん、説明してみろって孔子に言って、うん、孔子答えられなかった、うん、それを見て老子がケラケラ笑うと、うん、いや結局ね知識なんか詰め込んでも、うん、分かんないことだらけじゃないかと、うん、自然に身を任せみたいな風があったの、うん、俺それ見てもう老子ダメだと思って、うん、それはきついな。でねやっぱり、うん、その後科学でそれが分かるわけですよ、うん、で孔子は知ろうとしたけど、うん、その時は分かんなかったかもしれないけど、うん、知ろうとこう普段に努力した結果、はい、やっぱ太陽の長さとか、うん、なぜこういうメカニズムが分かって、うん、でそれがこう我々の飢餓をなくすわけですよね、うん、農作物を計算的に作れるようになって、うん、でより豊かになって、うん、だから俺なんか植えないどころか肥満になってますから、うん、私なんか、うん、まあちょっと肥満で行き過ぎなんだけど、うん、だそれは行き過ぎは問題確かにある、情報と同じく、うんうん、やっぱその普段の知の追求、うん現場に行ってみる、それだけの賞を漁る、うん、その知の追求が、まあ、人間を死の恐怖とか不快からこう遠ざけてきたってのはまず事実だと思うんですよ、うんうんうん、だけどその過程で制御が効かなくなったってことは一つあるかもしれないから、それは議論の違うと思う、うんうんうん、だけど、うん、あともう一個あるんだ、その過程で善悪逃げろみたいな話が出てきてるじゃないですか、うんうん、じゃあこれ善悪逃げろ置いとくか、うん、これ過程でやっぱ俺知識とかがね、うん、人間をこう死とか不快から、うんうん遠ざけてきたって事実じゃないです か、うんうん、だからこの先もやんなきゃいけないと思うんですよ、うん、だけど、まあ、肩な部分もある、高橋の体型、うん、あと確かに SNS で、うん、命絶っちゃう人いる、うんうん、どのレベルでどう制限かけていけばいいと思います。俺ね全カットやっぱきついと思うんですよ。いや僕は制限はかけれないと思う、うん、で進化も続けたがるし、うん、ずっとテックっていうのはいくと思う。研究する人は研究したい欲求があるし、うんうん、ただもし SNS 疲れっていう言葉を感じてる人がいるんだったらそれだけじゃないよとやんわり 言いたいっていう。それだけじゃないよと代替手段を提示したい。まあそうですね、うん、SNS にかじりつかないでもどうやら生きてられるよっていうのだけ言いたい、うんうん、なるほどね。他いいですね。 SNS 疲れ人に、うん、何やります。俺も知りたいわそれ、うん、俺 SNS 疲れしてないけど、うん、でもそういう人 いますからね、悩んでる人、うん、何があるんですか SNS 疲れしてる人に。何、うん、代替手段というか、でもね僕はね自然が好きだけど SNS 疲れして自然が嫌いな人だっていますからねあとさ私たちはもともと都会に、うん、ほら埼玉っ子と東京っ子だから、うん、あれですけど自然疲れしてる人もいるかもしれないですもんね。まあね都会に俺は東京さ行くだって思ってる人だって当たり前にいますしね。もともとそれが歴史のほとんどですからね、うん、僕も埼玉で俺は東京さ行くだって思ってましたもん基本やっぱあの自然の厳しさを制御するのが人類のテーマだったじゃないですか。うんで今それが行き過ぎてるからまあね角畑さんみたいに、うん、こう人間の文明とかシステムから抜け出そうみたいなことを試みとしてるのはまあもちろん分かるんですけど、うん、人類の歴史のほとんどやっぱ自然の脅威乱暴さ、うん、残酷さからこうを制御するための、うんね、本当に歴史だったから自然つらい。やっぱ東ですね寒いもん冬、うん、寒い。あ寒いのも楽しいんですけどね。まあねうんまあ難しいよな。そこって向き不向きもあるのかな。そうね SNS 使うとな死んじゃうことってもったいないですか。僕なんか生きるのが苦しいとかやっぱりメールをもらったり話を聞いたりするといやでも死が解決というか生きてるより死んだ方が楽だっていう気持ちも分からなくないから、うん、死んでしまうのもまあしょうがないかなと思うんです、うん、あ自死に関してですか。自死、うん、でそれってある意味では弱肉強食っていう自然の摂理だとしたら淘汰されるっていう弱い個体だったのかなってすごい過激なこと言うけど思う。反面でも死んだらもったいないよ多分またダラダラでも生きてたらいつかクスッとなる時は多分ある。そう遠くない未来にあるけどそのクスすらもないくなっちゃうから死ぬのはもったいないよっていうのが今の暫定的な答えなんですけど、うん死とは自死、うん、自死に関して言うと死にたい人にやっぱりね死なない方がいいとは俺はあんまり思えなくて、うん、多分死にたいって思考の時って多分苦痛を停止させたいってことだと思うんですよね。だから、まあ、ちょっと死ぬ以上の、まあ、死って苦痛ですけど、うん、死で
味わうって想像してる苦痛より今の苦痛のが大きいってことだと思うんですよ、うんうん、だからその人がそれを選ぶ権利っていうのは本当は、それは剥奪したら残酷だと思う、うん、そう思う、より苦しみが待っているから、うん、っていうのがまあ本人の決断としてはあると思うんですが、うん、周りの人としてはやめろとは言えないけど、その死の苦しみより大きい苦しみを除く努力を周りの人はしてあげてほしいし、うん、社会はする義務があると思う、うんうん、あの周りの人に義務はないですけど、うん、やっぱ社会としてはでもそれに対して苦痛取り除く義務、うん、あるだろうな、それ貧困とか、うん、まあ、DV とかそういう暴力的なことで、うんうん、まあ、死より苦しいと思っちゃってるんだとしたら、うん、それを何かしら制限しないとダメだろうな。だから社会には責任あるけど本人にはないし、うん、まあ、周りにもないと思うけど、周りはやった方がいいなぐらいの感じですけど、うん、本人にとってはもうだって死より辛いんだもん。それはわかる。それはね、本人しかわかんないですし、俺も死まで覚悟したことないけど、うん、と思う、うん、で、もうちょっと俯瞰じゃ死が何かって言われると、死は何ですか。じゃあ死はさっきの生きる意味に直結してくるかもしれないですけどね、うん、このね、生きる意味って何だかとか、なぜ生命が生まれて、まあ、僕が今ここに存在してるのかどうか、うん、存在してるのかも分かんないけど、うん、まあ、僕はもう世界の中心なんです、もうこう見てるから、まあね、うん、いやでも僕は、まあ、他の動物も人間もどうやらこういう世界を持ってるらしいっていう中で、うんうん、僕は死んだらあの世とか極楽とかっていうことではなく、うん、僕が偶然的に生まれたこの命の大河みたいなのがドワーッとあるとしたら、うん、今この支流にちょろっと寄ってみてるけど、また大河の本流に入るのかなぐらいの、うん、もっと来たところに戻るのかなって思ってるけど、うんうん、死後は、まあ、ブラックアウトというか無なんだろうなと思ってる、うん、でもそういう面白いですね、この中三病トーク面白いんですけど、うん、なんでそれだとそんな生きる意味とかにやっぱり考えるんですか、うん、なぜそういうふうに暫定的な答えがあるのに生きる意味を考えているのか、生きる意味とかを考えるってことがなんか芝居の熱源になってるみたいな、さっき文脈だったと思うんですけど、なんでそう思うんですか、 なんでそう思うというか、生きる意味をなんで考えるんですか。考えてしまうから。今のだとなんかあんまりこう考えなくてもいいじゃないですか。いや今のも最近思ってることなだけであって、うん、これもコロコロ変わるものなので、うん、今後も変わるだろうし、うん、でも本当になんか僕の考えなんて及ばないぐらい、多分すっごいでかいところに答えがないのかもしれんけど、いやでもそんなことないんじゃないかと思ってて、そう、うん、俺やっぱりね、僕の持論はこれ本当怒られるかもしれないけど、あの大体義務教育の学んだことで物事考えると大体わかるんじゃないかっていう持論があって、うん、なんて生きてるかとか、なんで死ぬかって、ちょっと最近思うところがあって、うん、善悪逃げるのにもちょっと関係してくるんですけど、うん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 、なんで生まれたかって本当にすごい簡単じゃないですか。だってその、まあ、一応今の科学を信じればっていう前提ですよ、うんうん、前提ですけど、まあ、言うて初めは、まあ、そのなんかアミノ酸がそこら辺に海にちょろちょろしてて、はいはい、アミノ酸が何かの刺激、まあ、電流ってやつですけど、うんうん、刺激で、まあ、有機物になって、それがなんか複製するっていう性能を持ってたと、うん、まあ、それだけの話ですよね、うん、でその複製するのに有利なようにいろんなものがこう付随されていっただけで、まあ、動物の生殖行為もそうだけど、で人間の理性もそうだけど、なんか僕らがなんかこうセックスしたいなとかあるいはなんかムカついたこと言ったら許せないなも、全部なんかアミノ酸がこう分裂、ね、有機物が分裂するっていうところに帰着すると思うんですよね、うん、っていうと、まあ、コンピューターで言うと生きてる意味はそんなに別に、あ、なるほど、ないはないじゃないですか。ないない、単なる有機物の複製だから、うんうんうん、ないんだけど、うん、その過程でいろんなこう能力が付随されたわけで、うん、楽しみとか、うん、快楽とかって、うん、っていうのを付随された体を持ってるから、うん、だったらやっぱ快楽は OK だし、うん、嫌なことは嫌じゃんっていうぐらいのことでしかないじゃないですか、うんうんうん、考えると俺別になんかその攻撃とかもあんまり気にならないんですよ。まあ、なんか別にこのアミノ酸複製するルールの中で、うん、有機物がね、アミノ酸的な有機物が複製するルールの中でいろんな機能付随されてて、うん、あ、それ今自分がこういう感覚してんなって感じなんですよ。で言うと、まあ、当然長生きしたし子供のね、嫁の顔とか孫の顔見たいけど、まあでもそれを肯定していくって方向かな俺。だからそれも無に帰しちゃうから、うん、そんなこと考えなくていいじゃんじゃなくて、うん、でもその有機物複製する過程で俺にそういうプログラミングされてる感情があるから、うん、それ抗わないと、うん、長生きしたいしと思うし、うん、思うと別に欲求に自然でいいと思うんですよ、うん、行った時にだと善悪逃げるのにちょっとかかってくるんですけど、う
善悪、善悪二元論って、うん、あ、人間の善と悪って根本なんだと思います。 なんで善と悪があると思います。それすごい。善って何だ、悪だ、なんですか。 善ってどう、善とは何か、うん、いや僕はなんだろうな、最近善と悪ってあんのかなって、もともと善と悪ってないんじゃないかなの方に偏ってるから、思想が。どういうことですかそれは。いや善と悪って見方によっても全然違うし、うん、立ち位置によっても違うし、うん、状況によっても国によっても時代によっても、うん、また人間だけが使う言葉だし、うん、まあでも自分の子供をね、多分鹿さんは守りたいと母鹿は思ったり、うん、熊だってそうです、人間だってそうっていうのは、その守るとすることはまあ良しとしたい、うん、まあ、欲求から湧き起こってくる行為、うん、それ脳内物質が出てるわけですからね。そう、うん、だと思うんですよね、うん、逆に何ですか、善悪二元論のその引っかかるところ。善悪二元論も俺うんこしながら大体分かったんですよ、うん、うんこしながらこう何だろう善悪って考えて大体分かったんですけど、これ多分ね、有事と平時ですね、うん、これね大体進化論的に僕物事考えるんですけど、人間の善悪って突き詰めると多分動物とか生命の本能にプログラミングされているもので、平時と有事によって多分区分けされてて、例えばですよ、人を殴るとか、うん、攻撃的であるとかっていうのは、まあ、大体今悪じゃないですか、うんうん、人に優しいとかって、これ善とされている、うん、これ多分ね長い環境の中で、うん、例えば人間が20人ぐらいのグループで暮らしてるとしましょう、うんうん、って時にじゃあ平時があの環境も安定してる、うんうん、でここはもう森の木の実もいっぱい食べれる、うんうん、っていうとこでは多分あの今善とされてるルールが正しいですよ。仲良くする、うん、分け与える、うん、でそれ平時の時の良いとされる制度にとって有利なのが善、うんうん、で、人を殴るとか殺すとか、うんっていうのは、まあ、平時の時は悪じゃないですか、うん、でもですね、まあ、地球環境って変わるじゃないですか、まあ、暖かかったけど、うん、100万年経つと寒くなるじゃないですか、うんうん、寒くなった時に食料ない、うん、グループ生存減らさなきゃいけない、うん、その時に殺さなきゃいけないですよね、うんうん、相手を殺した方が自分の生存確率上がるし、うん、っていうのが、まあ、今悪とされてるんですけど、うん、これってまあ今が比較的平時だからそうされてるだけで、うん、今の時代のルールがね、こう数千、まあ、こう何百年か人類の、うん、平時だから今平時的な生命にとって有利なプログラミングが善とされて、有事に使う能力が悪とされてるんですよ。だからそれはなんか人間社会が今平時的なものだからそうなってて、でも生命って環境が変化していくって前提の中で伝えてるから、平時用のルールと有事用のルールありますよね。有事の時人ぶっ殺すとか、そういう人、そういう能力強めの人と、平時の時穏やかにして仲良くするのが強めの人と、いろんな人を用意してるわけですよ。でまあ、環境が平時の時はそういう人が有利だし、うん、だからこう暴力が抑え込まれてって、うん、でその氷河期とかの食料少なくなって言ったら、その有事向きの人が生存に有利になって、うん、だその環境がずっとこう変化していくって前提のもとにいくと、両方こう内蔵してて、うん、その強めにタッチがあると、うんうん、だその多分環境が変化する中で非常時と、うん、有事と平時に大切な能力を人間秘めてて、そのタッチの差があって、うん、それが多分自然あのプログラミングとして進化の中で、うん、淘汰の中でそれがこのバランスが最適化になってるのが現状で、うん、っていう意味で言うと、その今悪ってされるのは本当は別に有事になったら善になる、うん、だから環境がね悪くなってって食料になって、うん、じゃあ人口半分にしましょうっていう氷河期になったら、うん、今悪ってされてる人たちの道徳は善になるし、うん、だからまあなんか善悪ってその環境の変化に伴って、うん、あれ人間にプログラミングされてるってことは生命に絶対必要ってことじゃないですか。進化論に乗ってればね、うんうん、人を攻撃する能力とか、うん、もう絶対そうだからって考えると、うん、まあ別にだから人攻撃するのもしょうがねえし、うんうん、まあそれこそ子殺しとかってあるじゃないですか、うん、まあ、子殺しとかも動物はしますね、しますよ、で人間もしますから、うんうん、で子殺し今の平時の中でやっちゃいけない、うん、けど、うん、すごい長期の動物的な視点で見たら、うん、プログラミングされてるものなんでしょうね、うんうんうんというふうに思ったりしてるけど、善悪、なるほど、そう、なんか例えば電車のホームから人が落ちました、うん、身を挺して誰か子供を救い上げました、うん、自分引かれたけど、うん、周りの人たちってそれを悪事だとは言わないで善行とするじゃないですか、うん、そこに自己犠牲みたいなっていうのはまたつくと善と悪が変わるっていうのはまた違う話ですよね。
ホームに落ちた人を救う行為ですよね、うん、まあ、それはやっぱり平時においてはだ今の文明社会では善ですよね。なるほど、うん、自己犠牲でも他者を助けるっていうのは善とされているんじゃないですかね、うん、それは平時にとって有利な行為だから、うん、って思っちゃったりするんだよな。中3とか面白いな、ね、まとまりのない話だけど、うん、でももうかなりの時間喋ってるから、ね、もうこの辺でまとめていきますか。まとまります。1時間喋ったからね。マジそんな。で結局ですよ、うん、だから東出さんが生きる意味とかね、うん、あとなんでこう今回俺映画やったわけでしょ、うん、映画やって、うん、狩猟生活を赤裸々に出したじゃないですか、うん、なんでこうそんな厳しい環境に置いてんのとかっていう、結局そこの答えは何なのかってところですね。映画で分かれてるんですか、うん、映画では。でもこれは分かんないです。もう僕は被写体だったから、うん、僕はこういうメッセージですとは言わないけど、うん、でもやっぱね、この人間がまた言葉を作った面倒くさい問題、愛っていうことなのかなとか思うんですよね、うん、愛って何の愛って。愛ってなんかいろんな愛があるじゃないですか、うん、愛って何、愛って本当よ。もうそれ語りだしたらあと4時間喋ったら、あと 5分でまとめた愛を。愛なんてまとまんないけど、まあ、生きてる意味みたいなことにもなるんですよね。それが何って聞いてるの今。いやそれはまあ映画を見てもらったり、ご自身が狩猟を体験したり、あのおふくろとかお父さんに親孝行してその時に快感を得るでも何でもいいんです。ごめんなさい、でもそれ愛って何ですか。愛って何か、生きてる意味が愛だと言うと何なんですか愛って。答えらんないよ。何なんそれ。聞きたいですよ最後、それ聞いて締めますから。愛って何か。愛って何でしょうね。いやーちょっと待ってね。イエスさんがその生きる意味っていうね、今ご自身の仕事とか、うん、生活とかが向かってる方向である愛って何なんですか。いや僕は、僕の中での愛っていう言葉は、うん、なんか自分の中には確かにあるけど到底言語化できない、なんか大きいもの、僕の心の大半を占める時もあれば、僕の心とか体を飛び抜けてもっともっと大きなところで膨らむこともあれば、うん、日常の中ではもうミジンコほどのサイズになっててすっかり忘れてる瞬間もある、うん、けどふっと愛みたいなことに、なんかその瞬間その瞬間で立ち返った時に、あこれは絶対にかけがえのない僕の中での、多分これだけは間違いなく、これだけ答えがわからないものばっかりだけど、これは答えだって言えるようなものが愛。具体的には何か、何なんですか。例えば感じた瞬間の例としては、映画を見てもらえればってことになるんだけどね。映画を見ればわかる。どうです高根さん、映画見ても愛は何かは正直どうか。プロデューサーが言ってますよ。そこは難しいかな。でも東出さんはそこ、映画を見ればそれが感じられると思うってことか。いやわかんない、わかんないっていうか、逃げるわけじゃなく、僕の中ではずっと常日頃変わってないんですよ。変わってないけど、もっとなんでしょうね、その心理学の専門家みたいな人に、それは違うよ、あなたの中で勝手に思ってるだけで、それ幻影よとか虚構よとかって言われたら揺らいでしまう。でも揺らがないな、揺らぐぐらいだったら。具体的にどんなシーンがあったんですか。あの映画じゃなくてもいいですけど、うん、あこれだって思ったし、なんか生きてるのが。僕はやっぱ子供なんです、うんうん、あこれごめんなさい、さっき言った編集のあれでちょっと言えないよっていう話なんですけど、あれですかね、まあ、自分の子供じゃなくてもいいと思うんですけど、親子愛みたいなことですか。まあ、自分が自分の子供に向ける愛。うん、うん、それで一つの愛の、まあ、一つの形であることは確かだけど、うん、やっぱり今言った普遍性のあるまた答えとはちょっと違うのかなっていう気はするみたいな、大きい意味で
でもね、今の使えないですか？別に俺そんなやばいこと言ってないと思うんですけど、使えるんだったら使える前提で本当に行った方がいいと思いますけど、うん、行った方がいいっていうの？なんかそれやっぱ感じるところがあるから。ああ。自分の子に対する愛って言ったじゃないですか、うん、それは分かる、うんうん、分かるなと思う、うん、でも俺淡白だから今の使えんでしたっけ？え、じゃあ高根さんどうだろう？使っていいですよね。いや別に、うん、その親子的な部分を使ってるには問題ないですよ。 OK、 大丈夫。自分の子供に対する愛であると、うん、愛ってのは自分の子供に対する愛であると、うん、それ直感で分かりますし、うん、それは納得だよ。だから俺それなんかもう締めていきますけど、うん、俺やっぱサイコパスだから、うん、それすらもこもっちゃうんですよ。さっきのアミノ酸になっちゃうんだけど、うん、利己的な遺伝子って考えがあって、うん、結局自分の遺伝子をどれだけ複製させるかなんていう考えがあるんですよね、うん、進化論に、うんうんうん、っていうと子供って自分の2分の1の遺伝子持ってるじゃないですか、うんうん、だから自分が米食ってうまい、うん、これの行為を100とすると、うん、子供が米食ってうまいって言ったら50の、うん、効用があるって考えですよ、うん、だけど、うん、自分の寿命って短いじゃないですか、もう、うん、子供寿命は長いから、うん、かける時間すると、うん、子供の効用ってすごい伸びるんですよ、うん、伸びるように多分遺伝子俺プログラムされてるんだろうなと思ってて、うんうん、だから子供が飯食ってうまいって言ったら残り何十年、うん、こう自分の遺伝子がこう存在する2分の1だけど、うん、でもまあ寿命は倍かもしれないですよね、うん、っていう意味で自分と同じぐらいそれ以上に尊い存在になると思うんですよね、うん、っていう意味で言うとそれも別に進化の過程で生まれてきただけの、うん、そのなんかアルゴリズムだともうこうプログラミングされてて、うん、もう遺伝子の複製ってことしか考えてないから生命は、うんうん、で言うと、まあ、自分は快楽だと、うん、で子供は2分の1快楽だけど時間軸あるからかける何個とかしたら、うん、他の変数もあるけど、うん、したら快楽だと、うん、そういうふうにプログラミングされてる、うん、以上。へえ。そうは思い切れないくせに。分かってても子供可愛いのよ。そうなのよ。そうなのよ。だから何なんでしょうね。そう、分かんないこと多いけど、そういう気持ちを大切にしていけば大事ですよね。で俺その気持ちって人間ってすごい賢いから動物にもそういうのも持てると思うし、他人の子供にも持てるじゃないですか。持てる、あの想像できるから、はい、だからそういう気持ちで番組作りたいし、そういう気持ちで芝居した方がいいってことですね。そうですね、うん、いや本当にそうですね、うん、なんかね、そうだと思います。もう種族も飛び越えられるんです。だって犬がさ、子猫をさ、うん、あの自分が母親代わりになって育てたりするじゃないですか、うん、いやあるんですよね、その自分だけっていうことでの利己的なって生存っていうだけじゃなく、うん、なんか種族すら超えてもね、感じられる愛みたいなのって絶対あるし、うん、ね、僕は獣殺すけど愛がないわけじゃないってやっぱ思うしな、うん、またちょっとまた中3とかやりますか、ね、いやこの俺ら別に学者でも何でもないから、おじさんが2人でダラダラ中3とかしてるだけですから。もやもやすることについてね、楽しかった、ありがとうございました。お疲れのところ、あの映画の告知もう一回じゃちゃんとパキッと、はい、何でしたっけ、2月何日、やっぱ俺も17って言ってたんだと。2月の16、はい、はい、2月16日にエリザベス宮治監督の、ドキュメンタリー映画ウィルというものが公開されます。全国で順次に公開していきます。あのちゃんと、まあ、映画なので残酷なシーンとか、あの内臓とか立ち上がる湯気とか血とか、まあ、映ってるんですけれども、その残酷な中に何か考えるきっかけっていうのを皆さんがもし得られたら、僕も被写体になってよかったなと思います。よろしくお願いします。ぜひ見ていただいて、でこれ YouTube だからずっと残りますけど、公開期間終わっちゃったらどっかに残すんですか、どっか YouTube、 知らないです、まあ、なんかまだか、まあ、それ映画の前に言いづらいか、その時ググってください。映画公開後に私たちその時の状況をググっていただいて、はい、僕もちょっとぜひ見ますので、はい、お忙しいと思いますが、じゃあ中3とかありがとうございました、ね、ありがとうございました。リハクタイムありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。
殺しといてすごいかわいそうだなって毎回思う。そんな慈愛の精神持ってんだったら殺すなよ、てめえが死ねよって話だしね。いつか死ぬことを自分がやった行為というもので受け入れさせられるって言ったら、それはみんながいつも平気で食べている牛さんや豚さんだってみんな同じようにそうやって命をみんなにくれてるってことなの。かわいそうだけどお肉おいしい。普段の生活でスーパーでも買ったりして、そういう感情がないまんまなんか自分を正当化しながら生きられる状況っておかしいんじゃないかな。自然にはどんなに頑張っても勝てないと思うんですよね。取れた時はやっぱり生かしてもらってるっていう感覚にはなると。命あるものっていうのは必ず仏性、仏になり得る性質があるんだという。終わりの時間って絶対決まってるから、連れて行かれる時は連れて行かれるから何をしててもいい。まじで週刊女性の記者なんだ。あ、週刊誌って敵って印象しかないですよね。なんかデックンがそのハリー狩猟してんのってさ、はい、なんかデックンがその世間にされてることを逆に自分がしてるとも言えるみたいな。どの面されてどこへ向かうの。結果的には嘘つきじゃねえの。でも世界は残酷で溢れてると思うんだ僕は。でも残酷ってことを臭いものに蓋するように考えなくなっちゃうからこんなみんな生きにくくなってんだと思う。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本部だけなんかちょろっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかもねたまにやったりしてますんで、リハックをライブにやりしながら、本当に、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。